こんにちは。今回向かう町は美しい海岸があり、江戸時代末期から明治、大正時代にかけてニシン漁で栄え、今では観光地としても有名な町です。また、この町は歴史的に貴重なウイスキーの蒸留所があり、ドラマのロケ地としても有名です。その町とは、2014年に NHK で放送した朝ドラ、マッサンの撮影地、北海道余市郡余市町です。今回はこの町のメインストリートの気になる建物と住宅街にある廃墟と思われる古い倉庫を見に行きます。ここは余市町のメインストリート、国道5号線です。余市町の町並みには古い趣のある建物がたくさんあります。左側に大きな建物が見えてきました。ひときわ目立つこの建物は、余市町に本社があったスーパーマーケット、スーパーチェーン滋賀の店舗でした。スーパーチェーン滋賀は1981年に設立したスーパーマーケットです。余市町に本社がある小さなスーパーマーケットでしたが、小樽へ出店し、1998年には売上高100億を超えるスーパーマーケットに成長しました。その後2006年には札幌圏に進出し、札幌にも5店舗を出店し、店舗数は14店舗まで増えました。地方のスーパーがここまで規模を拡大することはあまりないことです。よほど経営が上手だったのでしょう。しかし2016年に経営不振のため、北海道、東北に店舗を持つアークスグループに事業継承し、35年の歴史に幕を閉じました。右側に古そうな建物が見えてきました。この建物は旧金又服部旅館です。ここは日華ウイスキーの創業者で、マッサンの主人公の竹鶴正隆さんが余市に下見に来た時に宿泊した旅館です。現在は廃業したようです。商店が並んでいますね。商店といえば、2階が住居で1階が商店。昔はこの形の商店をあちこちで見ました。ここも昔から続く商店なのでしょう。赤いテントのお肉屋さん、派手ですね。一度見たら忘れられないです。さら地の奥に古い倉庫があります。この倉庫は軟石で作られているようです。建てられてから60年以上は経過していそうです。この建物は以前は商店だったようです。人は住んでいるようですが、かなり傷んでいます。シャッターが錆びていて、上の部分はむき出しになっています。ここで横道に入ってみましょう。とても古い倉庫が見えてきました。気になるので見てみましょう。錆もあり、今は使われているか不明です。木のパレットが置いてありますが、見た感じ置き去りのようにも見えます。階段の手すりは錆びていて、草が生い茂っていて、コンクリートは鉄筋が見えています。ちょっと上がってみます。
2階のドアが木製で出入りはなさそうです。このドアも木製という時点で古そうです。中も見てみましょう。和室のようです。倉庫の上が和室ということは昔は休憩室だったのでしょう。側面も見てみましょう。駐車禁止の張り紙が見えますが、下に JA 余市と書いています。この倉庫は JA 余市の倉庫のようです。1階部分はブロック作りで、2階部分は木枠で窓ガラスが割れて板張りをしたようにも見えます。体育館にも見えますが、シャッターがついているので倉庫でしょう。 JA 余市の倉庫なら野菜加重機もしくは飼料で使用しているか、今は使用されず廃墟かもしれません。さあ、余市の街並みを見ていきましょう。目の前に大きな建物が見えてきました。おそらく余市で一番大きな建物でしょう。この建物は北海道信用金庫です。北海道信用金庫は道内で3番目に大きな金融機関です。右側に昭和感あふれる建物が見えてきました。昭和によく見た一昔前の古いパチンコ店です。今のパチンコ店ではあまり見ないネオンタワーが懐かしいです。目の前に見えてきた歴史を感じる建物は日華ウイスキー余市蒸留所です。日華ウイスキー余市蒸留所は NHK の朝ドラマッサンのロケ地で使用されました。1991年に47万人だった来場者が、2015年には2014年放送の朝ドラマッサンの放映で話題となり、来場者が80万人に達しました。今でもたくさんの観光客が訪れています。今回は余市町の町並みと古い倉庫を見て回りましたが、昭和の町並みは懐かしさを感じます。余市町には他にも見るところがたくさんあるので、また折を見てきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。